ミッチャー級駆逐艦、ミッチャー級駆逐艦、ミッチャー級駆逐艦はアメリカ海軍の駆逐艦の艦級。新しい手機と強力な防空、対戦性能力を備えた新世代の高速艦隊護衛艦のプロトタイプとして1948年度計画で4隻が発注された。当時、アメリカ海軍はもちろん世界でも最大の駆逐艦であり、 1951年から1975年までは、共同駆逐艦、フリゲートとして種別されていたほか、1964年度計画で、ミッチャーとジョン・エス・ケインが改装を受けて、ミサイル駆逐艦に種別変更された。1946年10月に開催された駆逐艦研究会において、対戦後にあるべき駆逐艦隊の姿が討議された。この研究会では、 艦隊の直江艦としての DS と、その他汎用に用いられる護衛艦としての出による見合わせが策定され、DS は大戦型駆逐艦からの回収が想定された。また同時に、レーダーピケット艦 DDR-DVC と対戦相当艦 DDK にも提言された。しかし間もなく、大戦型駆逐艦の戦隊規模では、対空兵器を維持しつつ、 対戦戦能力の強化を図ることは困難であることが判明した。高速で起動する空母機動部隊は対戦中にはおおむね潜水艦の脅威を回避できたものの U ボートと NT1 型のような水中高速船が登場したことでこれらの艦隊護衛艦でも対戦戦能力の強化が課題とっていた。来撃戦の重要度低下や対戦兵器の 性能向上に伴って、船体規模を抑制する必要性は乏しくなっており、船体は大型化していくことになった。感染局が最初に作成した A 案では、基準排水量3682トン、全長145メートルで、 艦砲としては54口径 127mm 連装砲3機と50口径 76mm 連装速射砲4機を備える予定であった。その後、54口径 127mm 連装砲を54口径 127mm 単装速射砲に変更したり、魚雷発射管の配置を変更して、対戦兵器の強化を図るなどのマイナーチェンジを経て、J 案では、 基準排水量3782トン、公師排水量4631トンの予定となった。しかし作戦担当、ダクノ、海軍作戦次長は、これでは駆逐艦として大型すぎるとして、感染諸限委員会、シップカレクタースティックスボード、SCB に対し、基本に立ち返っての設計を指示した。作戦担当ダクノや太平洋軍総司令官、 大西洋軍総司令官は3200トンが上限と考えていた。このことから、まず、ギアリング QDDR をベースとした L-1 案、基準に1478トンが作成された。この線は放棄されたが、1947年5月に作成された L-3 案では、70口径 76mm 連装砲2機と、ウェポンアルファ2機、 533mm 連装魚雷発射間き爆雷投下機場1条を3200トンの船体に収めていた。一方、これと並行して J 案をベースとした設計も進められており、最終案である J-13 は後の本級に近い形となっていた。これらの試案に対して海軍作戦部長、久野は船体の大型化による コスト像は許容できる範囲であることと 76mm 法では浮上した潜水艦に対する威力が不足していることを理由として大型艦を是認する立場を取っていた。これに対しは浮上した潜水艦に対する戦闘自体が稀であったという戦訓から反対の立場であった。しかし最終的に特に後天時の対抗性や防空火力強化の要請から 海軍召喚会議も大型化を全認するようになった。これに従って J 案をもとに建造されたのが本級である。ただし、本級は当初、通常の艦隊駆逐艦 DD-927 級として建造されたものの、やはり艦隊駆逐艦としてはあまりに大きいとして、一番艦の建造途中である1951年共同駆逐艦に種別変更され、 1955年には、監視記号はそのままに、フリゲートと解消された。このカテゴリには、対戦巡洋艦として建造された、ノーフォークも含まれており、ノーフォークの方が先に浸水を迎えたことから、DL-1 の番号はそちらに譲ることとなった。上記の経緯より、本級の設計は、駆逐艦の基準で行われている。フレッチャー級のを引き継ぐ平ら形を、 採用しており、還元はかなり高い。指揮官にはアメリカ海軍として初めて蒸気圧力1200プシー以上の高圧ボイラーが採用された。本級は、環級そのものが実験艦としての性格を帯びており、適切な運用を模索するため、前期建造艦と後期建造艦では異なるタイプのボイラーが搭載された。バス鉄工所で建造された。 DL-2、3では、圧力、温度摂取510度の蒸気を扱う、ゼネラルエレクトリック社の強制循環ボイラが、ベスレヘムスチールで建造された DL-4、5では、圧力、温度摂取518度の蒸気を扱う、フォスターホイーラー社製のドラム型ボイラが採用されたが、強制循環ボイラは、実績不良であったことから、旬行から6から7年で、 従来の自然循環ボイラーに乾燥された。また、指機関としては2段原則のギアードタービンが2機搭載されている。蒸気製常の高圧、高温化に伴い、従来の巡航タービンを用いた指機方式では不具合と考えられたことから、シリーズパラレル方式の蒸気タービンが開発されて搭載された。シリンダー構成は、高圧、中圧タービンと低圧、 高新タービンの二動式であり、この方式は、効率良好で、構造単純、運転用意などの利点があり、以後の米海軍艦艇で広く用いられた。機関配置としては、前から、全部間室、右元機関室、後部間室、左元機械室という四室のシフト配置が採用されている。なお電源としては、タービン種発電機、出力 500kW4 機と、 ディーゼル非常発電機、出力3 0 0ット2機が搭載された。艦報としては、新開発の両用砲である54口径1 2 7トル、単装速射砲、MK425 インチ砲と、やはり新開発の広角砲であるが予定された。対戦中に用いられていた38口径1 2 7トル、連装砲2機を基準とすると、 54口径1 2 7ト、mm、ル、単装速射砲2機の防空火力は1.5倍、70口径7 6ト、mm、ル連装速射砲2機なら2.2倍、両者を1機ずつ組み合わせた場合は1.9倍と見積もられた。なお本級では、大水上、大地を想定した手砲をイバンとして、MK67、対空を主眼とした副砲イバンとして、 MK56 が搭載されたほか、31番砲には砲、側装備のガンラーも設置された。ただし70口径 76mm 連装速射砲の開発は遅延していたことから、当初は標準的な50口径 76mm 連装速射砲、MK333 インチ砲を搭載し、1957年以降、順次換装する形となった。また、 MK-26 の重量が当初予定よりオーバーしたことから、艦装の際に代償として、ウェポンアルファを撤去することにな。艦隊護衛艦として、対空兵器で自ら交戦するだけでなく、艦上戦闘機を完成して、防空戦を展開することも求められたことから、標準的な対空捜作レーダーである案、SPS-6 に加えて、広角測定用のも搭載された。 その後、1960年代中盤の大本、システムの開発中止によって、その分の予算が浮き、また、前進策による艦隊防空能力の向上が急務になったことから、1963年1月、本級を含む在来型 DLDD に艦隊空ミサイルを搭載する改修が決定された。まず1964年度計画において、DL-2,3 が、 ターターシステムを搭載して、ミサイル駆逐艦回送を受けることとった。この回送により、54口径 127mm 単装速射砲を除くすべての兵装が撤去され、52番砲直前に、MK-13 単装ミサイル発射機、GMLS、その前方に、アン・ s p g 5 1誘導レーダー2機が搭載されたほか、レーダーも更新され、 全省上には、アン、SPS-37 が、また水上には、アン、SPS-48 が設置された。しかし予期したほどの効果を得ることができなかったことから、DL-4、4? 5に対する改装は取りやめられた。対戦兵器としては、当初は、 対戦誘導魚雷のための 533mm 魚雷発射艦4門と 324mm 対戦ロケット砲 m k 1 0 8ェポンアルファ二2機が搭載されていた。その後、1957年以降の70ミリ 76mm 連装速射砲の搭載に伴い、後部のウェポンアルファが大小重量として撤去された。また九百六十年、全艦が 後部の32番砲を撤去して、QH-50 ダーシの運用設備を設置し、7月には、ミッチャーで、初の着艦がなされた。なお同艦では、1957年2月、友人のベル47の発着演習を行っている。これは、アメリカ海軍の駆逐艦が、対戦ヘリコプターを搭載した初の例であった。また、DDG 海藻艦では、 環境構造物直前にアスロック8連装発射機が搭載されたが、機械相関への搭載はなされなかった。ソナーとしては、当初は捜索用の QHB と攻撃用のアン、SQG-1 が搭載されており、1950年代中盤にアン、SQS-4 に換装された。また1六十一年、ウィルキンソンはバウドームを設置して、 新しい低周波ソナーであるアン、s q s 2 6のプロトタイプを搭載し、1966年にはウィリス・エイリーも同様に換装した。その他の2隻は DDG 階層の際にアン、s q s 2 3を搭載している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。